コメント開始会。寒くなってきましたね。やっとセムのセーターを着るようになりました。皆さんお元気ですか？風邪なんかひいてませんか？大丈夫ですか？コロナ流行ってますけど、でもマスクはしない。10月21日のニュースヘッドラインからいただきました。ありがとうございます。坂口達也さん、日本最古のトイレに突っ込むとは我慢の限界だったのでしょうか？ぶち込んできたんでしょうね。次、ネギラーメンさん、 GDP ギャップ30兆円、それに対して米国債含み益40兆円、もう一回全国民10万円一律給付をしてほしいということで、なんで積み立ててるんですかね。国民の税金を使ってですね、ガンガン積み立ててるんですよ。総額が150兆円弱ぐらいあるのかな、 2.5 年分ぐらいあるんですよね。外貨準備高、つまり為替介入するためだけに必要なお金だけでこんだけあるんですよ。これ日銀買わせればなんか余裕で防衛費とかですね、売買ゲームで増やせれるんですけどね、ようわからんのですね。財務省の言うけど、これは使えないお金なんですとか言ってるんですけど、別に為替介入しなくても日銀に買わせればいいだけなん で日銀の外貨準備額にすればいいだけの話なんで、別に何の話でもないんですけどもですね、多分誰も分かんないんですよ。財務省の中の人も多分分かってないんですよ。はい、そらさん、ネギラーメンさんのご提案大賛成。しょぼい、遅い。岸田は税金未納者には給付金支給しても、真面目な納税者には一文もなし。国民民主党の玉木さんも高橋洋一先生に言われて、外貨為替資金特別階級外為特会を景気回復で一律給付金として出すことを提案していました。本日のニュースで退職金まで課税すると政府税調、まあ、というかもう何にでも課税してあるぞという構えですよね。菅前首相はですね、携帯料金の値下げで大幅可処分所得を増やしました。そう、可処分所得増やしたんですよね。岸田には生活者目線がゼロ、1秒でも早く退陣してほしい。すごい真面目に頑張ってるつもりなんですよ、周りの人に言われること。ただね、その周りの人が言うことっていうのはですね、まともな人間が喋ることを聞かないんですよね。変な人がギャーって大きな声を出せば出すほど、その人の言うことを聞いちゃう、それがないとダメなんじゃないのかっていう、いわゆるなんかふわっとした世論をですね、追っかけるっていうかですね、なんでしょうかね、あれね、基礎理論みたいなものがですね、ないんでしょうね。ぼーっとしてらっしゃる方ですしね、首相になりたくて首相になった人ですからね、何かやりたかったっていうわけではないんでしょうね。早くやめてほしいですけど、こういう権力が欲しいだけのやつっていうのはやめないんですよ。ここから粘りますよ、岸田って。多分10月28日のニュースヘッドラインでいただきました。ありがとうございます。田中博義さん、林原さんって今思うとアイドルというよりカリスマですよね。そうですね、林原めぐみさんの前はですね、半恵子さんっていう方がおられたんですよね。こちらの方です。こちらね、ララースーンの声の人ですね。わかりますよね。こちらの方がですね、歌も歌えるアニメ声優アイドルの走るみたいな方でございまして、憧れの人でございますね。ちなみにですね、セーラームーンとかの悪役と正義役の両方の声優をやってたりとかしております。で、その切り替えも見事でございますよ。こうアニメのキャラクターを通じてファンになって、声のファン。僕らの頃はですね、昭和の匂いな感じなんですけど、今はちょっと顔を出してですね、ライブとかやったりとかしてるみたいですね、声優さん。顔を出してなんかアイドルになれた走りですね、林原めぐみさんっていうのはですね、時代が変わればアイドルも変わるということでございます。サットさん、投下業界のどこかの省庁ケツ持ちにして天下り先を作れば万事大丈夫ですね。トランプはパルプだから農水省、いやゲーム文化ということで文化庁、 IR 関連で国交省ですかね。投下というか、カジナの一分野なんで、やっぱ国交省ということになるんですかね。ポーカーはですね、やる前に難民法連携協って言わないといけないですね。国交省といえば学会でございますんで、難民法連携協、我にロイヤルストレートフラッシュを与えたまえ。パトラッシュさん、虎ノ門ニュース終了、専務チャンスです。いや、チャンスはないと思いますよ寂しい限りがございますけど、吉田会長がですね、もうお年でそろそろ辞めたいっていうことだそうでございますね。吉田一族も後継ぎもいないし、 DHC の現金化をしたということで、そういう不採算部門を切ったということでございます。寂しいけど何でも終わりはあるんで、悲しいけどこれって現実なのよね。虎ノ門ニュース長く続けていただきまして、吉田会長ありがとうございました。お疲れ様です。志は私たちとパトラッシュさんが続きますんで、よろしくお願いいたします。はい、次、飯田先生との対談でいただきました。長谷川幸則さん、ありがとうございます。いつもながら勉強になります。あと団塊ジュニアの人口規模と高齢化を考える点が重要だと考えていて、経済とは直接関係ないかもしれませんが、少子化対策といってやたら金をばらまくことを提言している割に、その人口ピラミッドやそれだけ親になる世代の人口がすでに減り続けていることが考えられない
人がやたら多いと感じてます。3分の1以上がもう高齢化社会っていうやつで、もうすぐ算数になりそうな時代でございます。このコロナ禍でですね、その女の人は不安を感じたんですね。不安を感じた女の人は何をしたかというと、子供を産まなくなったんですよ。100万人いた子供がですね、70万人になったと。1年で産む数が、だいたい平均すると1万人の老人を助けたんですね。このコロナ禍で1万人の老人を助けたと引き換えに年間30万人の子供を失った。つまりですね、差し引き30万人の子供を虐殺、そういう時代でございます。この3年間で累計で失った子供の数っていうのはですね、だいたい100万人ちょっといかないぐらい、88万人とかそんなもんなんですけど、累計で助かった年寄りの数がですね、超過死亡数っていうやつを見ると分かるんですけども、大体2万人強、3万人弱ぐらいなんですね。だから3万人だとして85万人と減らすショックがあったということでございます。はい、まあ、これお金云々とかの話じゃないんですよね。なんというかこう哲学なんですよね。日本国が持っている思想感、やっぱりね、不思議なのが、お年寄りは働かなくていい、お年寄りは弱い人間だから守らなきゃいけないとか、そういう感じなんですよね。ところがですね、こう今お年寄りになってる世代っていうのは、いわゆる逃げ切り世代というやつでございまして、結構一番金融資産を持っている世代なんですね。それを支えているのが我々、まあ、40代50代のですね、まあ、氷河期世代なんですけれどもですね、この氷河期世代っていうのはですね、びっくりするぐらい金融資産を持ってないんですね。なんでこう働けなくなっちゃったらですね、年金とかに頼るしかないんですよ。まあ、経済失策が全ての原因なんですけれども、これ今ちゃんとしないとですね、将来というか僕が老人になる世代、長谷川さんが老人になった時にひどいまずいことが起こるような気がしますね。まあ、これはなんかこう数字で言ってない、なんかちょっと不安を言葉にしているだけの言葉なんで、あんまり良くない話だと思うんですけど、結局ね、こう税制なんですよね。なんか年金って働くと働いた分の所得減らされるんですよね。意味わかんないでしょ。年金そのままもらってでも働くっつって納税するんですけれども、年金も減らされるんです。本当に意味わかんないと思いませんか。働いて納税してくれるんだから働いてもらえばいいじゃんって思うんですけど、不思議なことしますよね、日本国っていうのはですね。ネギラーメンさん、今回の予算計上だけで見れば飯田先生のおっしゃるように旧大点なのです。ただ財源がつなぎ国債なんかだといずれ増税につながるという指摘もありますよね。政府はウハウハなんだから、為替介入の名のもとに立ったと外貨資産を 7,8 割程度売却してしまえばいいのにとは思います。それだけしてもドイツあたりの外貨準備金と同程度は保有したままでいられるはずなんで、売る必要ないんですよ。マーケットに出す必要なくって、日銀に買い取らせればいいんですね。別にドル持っててもなんか嬉しいですから。で、日銀がドル持つとですね、銀行間取引でこうドルが必要になった時にですね、銀行が下ろしに来るんですよ、両替しに来るんですよ。日銀が持てば全然問題がございません。アメリカ国債になってるんですね。で、アメリカ国債を買えっていう取引もですね、日銀全然 OK でございますので、外国の人に売るとかせずに日銀に買わせればいいだけなので、何も問題ないんですけどね。やりませんね。11月12日のニュースヘッドラインでいただきました。ありがとうございます。サットさん、ペンギンのマークのサットさんですね。ネアンデンタール人の話、民族問題に当てはめると怖い話ですよね。チベットやウイグルの人に肝心を政策的に送り込んでいるのは、言い換えれば遺伝子レベルで絶滅させているということで、日本も1億人以上抱えているあたりではまだ大丈夫だと思いますが、遠い将来数千万人まで減った時に同じ状況になるかもしれませんね。血筋か教育か宇治か育ちかっていうやつはですね、いろいろ議論はあるんですけれどもですね、やっぱりその宗教観とかそういったものはなかなか民族のですね、根から離れないですからね。チベットも民族浄化とかしてるけど、どうなんでしょうかね。まだチベット仏教頑張ってるんじゃないかなと思うんですけれども、それでもやっぱり戦争に負けるとダメなんでしょうかね。ユダヤ教徒みたいですね、千年間信仰を保ち続けたままユダヤ人という民族をですね、保ち続けた民族もいるんですよ。ここら辺はちょっとわからない話でございますね。まあ、もちろんユダヤ人みたいなのはすごい特殊な例で、サクッと滅んだ民族もございます。たくさんございます。はい。ネギラメさん、いつもありがとうございます。動画アップありがとうございます。だそうでございます。動画アップいたします。頑張っていくんですけれどもですね、ちょっと最近なんかこうね、面白い動画が撮れそうなんですよ。やっぱ地元ネタ拾うと面白いですね。前の動画にもお話ししたと思うんですけど、谷口くんというクソ有能がいるんですよ。クソ有能なんですよ。アスペのコミュ障なんですよね。なんかすごい、日本で3人ぐらいしかできない
蒸気機関車ですね、 SL の整備士なんです。でなんで SL 整備できるようになったのっつって、趣味でいじってたらなんかできたみたいな。その若狭鉄道にあったもうプルプルの錆だらけの処分費用がなくて置いといていただけの SL をですね復活させた男なんですよ。自分で手で整備し、ほぼ1人2人そんなんで車検を取れば、それこそ鉄道を走らせれて、それこそ大阪とかその辺までガンガン走っていけるらしいんですけれども、その車検を取るためのお金が5億円かかるそうでございまして、そのお金を若狭町が出せないそうでございます。で若狭町が出せないんだったら民間企業を買い取ってもらって出してもらえばいいじゃんと、俺なんかやるよって言ったんですけど、なんかやっぱり第三セクターなんで公共性が認められないとなんかどうのこうのうんぬんかんぬんっていうことでございまして、まあめんどくさいですね、本当にめんどくさいですね。まあそんなこんなでですね、今度はですねちょっと鳥取の面白い人たちとかを紹介していこうかなと思いますので、ぜひお楽しみに。セムでした。